性とか起こせない？もっとたくさんか。強い風でも吹けば。すごい！空の明かりみたい。はっ。丘の上に行ってみましょう。よ、大きな池があるわ。初めて見るものばかり。あー、水が気持ちいい。みんなも入ってみたら。しかも それはありそうだよ。ほう。ほら、気持ちいいでしょ。お返しだ。それそれお返し。やったわね。おお、よし、それなら。うわあ、綺麗。広くて気持ちがいいわね。はっ、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 よっ、はっ、はっ、よっ、はっ、やっ、はっ、それ、はっ、はっ、よっ、はっ、とどろけ。いこよ。はっ、やっ、悪い人たちは懲らしめたわよ。何かあるみたいね。ついていってみましょう。ソラ、ウサギを追いかけてみましょう。してくれるみたいよ。ありがとう。わあ。
よ。私は空の明かりを見ると邪魔しないで。おい、また何かいるぞ。ラプンツェル？大丈夫よ。何度も同じ失敗はしないんだから。どう見ても普通じゃないよな。ちょっと調べてみる。気をつけて。平気みたいだな。うん、え？こいつらノーバディだ。お母様が言ってた通り、外は危険なものだらけなのね。違うよ、外よ外。あれ外。ラプンツェルたちは下がってて。平気よ、ソラたちと一緒に戦うわ。うん、でもこいつらは今までのとはちょっと違うんだ。俺たちに任せてくれ。フリン、ラプンツェルを頼む。任せろ、逃げ足だけは誰にも負けない。さあラプンツェル、俺たちは行こう。でも俺も一緒に戦いたい気持ちでいっぱいだけど、ここは俺の仲間に任せよう。気をつけてね、ソラ。ここにもスイッノーバディか。あ、ユーザリーにやつだよ。どうだ。ほっ、やっ、よっ、スイッよっ、ほっ、はっ、わわわ。
がいるってことは中山来た。うん、出てくるのが遅いくらいだ。いるんだろ、元中山機関。元、随分な言われようだな。だってノーバディを引き連れてるのは元中山機関だろ。ああ、新中山機関ってのにも入ってるのか。どうでもいいけど。私は新中山機関のマールーシャ。あえて久しぶりと言わせてもらおう、ソラ。久しぶり？知ってる？お前の記憶になくても私はお前のことをよく覚えている。もっともそれは消し去りたい記憶だがな。言ってること全然わかんないぞ。わかる必要はない。今後わかることもないだろう。さて、私は頼みがあってお前に会いに来たんだ。頼み？どうせ何か企んでるんだろう。まあ最後まで聞きたまえ。気づいていると思うが。いや、気づいてないな。お前と同行していたラプンツェルという娘はこの世界の大切な光なのだ。光を闇の脅威から守ってほしい。闇側のお前が言うのか。闇は光と寄り添うものなんだよ。我らの目的は決してお前たち光側との衝突ではない。あくまで均衡を保つことだ。くれぐれも頼んだぞ、キーブレードの勇者。ラプンツェルが光。あれ、ラプンツェルたちは結構遠くに逃げたみたいだね。ラプンツェルたちと合流しよう。あいつの言ってたこと気になるけど。マルシャの言うことなんて気にすることないよ。ラプンツェルを見つけよう。よ、
どこ行っちゃったのかな。そんなに離れてないと思うんだけど。空も怪しい。俺じゃなくて元十三機関の方だろ。元十三機関じゃなくて、新十三機関のマルシャね。はあ、おーい、ラプンツェル、フーリン。ちょっと、そこの少年たち、ラプンツェルのことを知ってるの？うん、知ってるけど。誰？私はゴーテル、ラプンツェルの母親さ。ラプンツェルが黙っていなくなったんでね、心配で探してたんだ。お前たち知ってるって言ってたけど、どういうこと？さっきまで一緒だったんだけど。あ、降りちゃったんだ。俺たちも探してるとこ。なんだそうかい。ならお前たちに用はないよ。何としても見つけるよ。邪魔っていいよ、思ったっけ。マルシャが言ってたことと関係あるのかな。小さきか言ってたこと信じるの？信じてないけど、信じてないけど気になるだろ。そうだよね。闇の脅威から守れとか変なこと言ってたし。ともかく早くラプンツェルたちを見つけよう。ラプンツェル心配だね。見つけよう。